W シリーズは、高段社大河より発行されている森博次の小説シリーズである。同作者の100年シリーズで登場したウォーカロンが存在する未来の世界での話である。ウォーカロンは今作で単独歩行者というわけが当てられている。また内容やタイトル、小タイトルなどから100年シリーズの続編とも捉えることができる。森博次の期間シリーズを読まずとも、 単独シリーズとして読むことができるが、他シリーズとの密接な関わりを持っていることが示唆されている。作者は、旧作のどれを読んでおく必要があるのか、という質問に対し、別にどれも読む必要はありませんとしながらも、ただし、どうしてもあげろと言われれば、100年シリーズ三部作でしょうか。その次は、G シリーズと答えている。2018年に、前十作で完結し、 2019年からは続編となる WW シリーズの観光が高段社大河でスタートしている。一作目は高段社大河の創刊ラインナップの一つであり、本作が森博次の小説で初めての文庫書き下ろしとなる。表紙デザインは引きちわたる。作者の他作品で登場する曲形式が精力的に活動していた時期から百数十年、経過した未来。 人体機能の向上や老化の回避のため臓器や器官を人造のものに取り替えることが一般的となり、ほとんど人が死なない世界となった一方で、原因不明のまま子供が生まれなくなったことが世界的問題となっている。情報技術、特に人工知性と仮想現実に関連する技術が成熟している。登場する人工知能の多くは分野を限定しない汎用的な 地政であり、国家や大企業が、その運営に人工知能の助言を求めることは普通の状況となっている。さらに、人工知能間での情報交換も一部で行われているようで、仮想世界における勢力争いも見られる。また、自律型ロボットであるウォーカロンが普及し、社会の各所で人間と共に活動している。ウォーカロンは、外見や反応において、 人間との差異が明快でなく、個々の人格を持ち生活習慣も人間と変わらない。一方で、実務能力は高く、人間の社会がウォーカ論に乗っ取られてしまうことへの懸念が残っている。そのため、ウォーカ論は養殖につけない傾向があったり、製造時の調整が課せられていたりする。主要なウォーカ論メーカーが5社あり、社会的影響力の大きさから彼らの動向は常に、 注目されている。シリーズを通じた主要な登場人物は日本の情報局に所属していて物語の舞台のいくつかは日本国内である。主人公が研究者であることからシリーズ中に研究者が多く登場し科学技術やその将来についての議論や心理論の創出が描写される。講段社体外より書き下ろしで観光。彼女は一人で歩くのか どうズシーウォークアローン魔法の色を知っているかホワットカラーイズザマジック風は青海を渡るのかザ・ウィンド・アクロス・チング・ハイ・レイクデボラ、眠っているのかデボラ、アーユースリーピング私たちは生きているのかアーウィーアンダー・ザ・バイオ・フィードバック青白く輝く月を見たかディド・ザ・ムーン・シェット、エーペール・ライト、ペガサスの会は巨泳かディド・ペガサス・アンサー・ザ・バニティ、地下 しか、無かイズイットブラッドデスオアヌル天空の矢は、どこへ ?Where is the sky a 人間のように泣いたのかりどしいくらいヒューマンリー。ありがとうございます。